今回オーライトの新作を紹介します。もうメインはこちらのルバト2のカーボンファイバーモデル、使ってる鋼材154の CM です。でブレードはブラックストーンウォッシュかな、グレーっぽい色です。操作しやすいクロスバーロックで、ディープポケットクリップ、ハンドル材は表がカーボンで、この内側は G 点です。ステンレスのライナーは肉抜き付き、掃除しやすい開いた構造です。以前のルバトがこのアルミハンドルでした。これのカーボンファイバーモデル、アルミハンドルは夏だといいんですが、それ以外だとかなり冷たくなるのが欠点。それに比べてこのカーボンは一年中使える、そんなナイフです。とっても操作しやすいクロスバーロック、開いたらもちろんロックがかかって、ここを引くだけでロック解除。詳細を見ていきますと、重さが 100g ちょうど、アルミハンドルバージョンが 109g、 若干軽くなってます。ブレードの長さが 7.5、 全長で 18 ぐらい、ブレードの厚みは 2.7、 ハンドルは 12.5、 ブレード形状はもうシープフット、リバース担当で、フラットグラインド、チョイルの部分に指も乗せられて、普通にグー握りもできる、とってもサイズ感のいいナイフです。でこちらがルバト2で、こちらがベンチメイドのミニグリップテリア、結構サイズ感が似てます。ミニグリップテリアンよりもちょっとだけ大きい、そんなサイズ感です。でミニグリップテリアンもクロスバーロック式で、本家よりもかなりスムーズな、センタリングももちろんバッチリ、仕上げもとても綺麗なナイフ。こちらがカーボン仕様のルバト2で、もう一つカーボン仕様の i5R も販売されます。カーボン模様、14500バッテリーが使われてます。で350ルーメンで 57g、 15ルーメンで37時間も使える、そんなフラッシュライト。操作も簡単、ロー、はい、ローで37時間、15ルーメン。 i5R のバッテリーはこういうバッテリーで、ここに USB Type-C で充電できます。 1420mAh、 2.4V。 ルバト2のカーボンと比べるとこんな感じ。重さは58、軽くて見た目が良くて USB 充電できる、そんなフラッシュライト、手のひらサイズ。 i5R にルバト2 G-SHOCK、 黒で揃えた EDC セットで、今回は EDC ポーチも発売されます。こちら O ポーチの A1、 スリットポケットが表に3つあります。で裏にはベルクロ、そしてここにもスリットポケットで、ここにジッパーポケットがついてます。はじめからこちらのパッチがついてきます。普通のステッカーにベルクロテープを貼っただけで作ったパッチです。で今入れてるものを紹介しますと、オーペンミニ、オーペンの新型も発売されます。でこちらが i3e EOS、 登録で i3e ももらえるみたいです。でここにリップクリーム、 USB ケーブル、そしてモールスキンのミニノート、あとここにレジ袋、あとジッパーポケットにいろいろとこういうバンドエイドなどを入れることができます。財布としても使えます。でこちらは今つけてるのがオーライトの O2L2、 ハトメは開いてるのでいろんなキーホルダーなどをつけることも可能です。素材は900デニールのポリエステル、実物を見ると意外とかっこいいです。
でここにさっきの商品を収納すると i5R こんな感じで、ルバト2こんな感じで、ミニペンを入れてミニノートこのような感じで持ち歩くことができます。で、日本だとナイフは厳しいので、ここにリップクリームと USB コード入れてこんな感じで使えます。なかなかこれもかっこいいです。オーポーチ A1 でした。で、今回のプレゼントはこちらの i3e EOS のグリーンカラーのようです。ちっちゃくて何かと使いやすい、いろんなとこにつけて持ち歩いてます。今回はオーライトの新作オーポーチ A1 i5R のカーボンカラー、そしてルバト2のカーボンハンドル、操作性が抜群にいいフォールディングナイフです。